おっしゃー、リオロスです。それでは本日もニーアオトマタヨロハエディションやっていきましょう。はい、前回はパスカルの村が全焼しまして、まあなんとか子供たちと一部の村人だけ、まあ、このね工場地域に逃げ込んだらしいんですけども、はい、まあ、逃げ込んでここでこの中に、まあ、無事いるんですけども、はい、これ僕2回目です。というのも1回目ちょっとやらかして大変なことになって、これ2回目です。はい、じゃあそれ何をやったか見ていきましょう。はい、大丈夫かパスカル。ああ、思ったよりみんな無事だったね。僕子供たちだけって言ってたからもっと少ないかと思ったんですけど、結構いっぱいいましたね、うん、一体何があったんだ。わかりません。いきなり一部の村人たちが同じ村の仲間を食べ始めたんです。そう、外から来たんじゃなくて村人の中で発生したんだよね、この謎のゾンビウイルスみたいなのが。何なんだろうねこれは。うん、遊園地も一匹だけね無事なやついたからね。うん、なる人とならない人がいるみたいだけど、ありがとうございます。何だろうね。はい、で何をやらかしたかというと、ここでうっかり攻撃を出してしまって攻撃を出してしまって、どうなるか、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、即終わります即終わりました。はい、で、何が起こったかというと、何か思いついたエトゥは突然機械生命体を破壊し始めた。パスカルは唖然とその姿を見ていた。となってエンディングを迎えました。はい、アジと同じで、うん、バッドエンドですね。はい、やってしまいましたという夢を見たのさ。うん、そう、これは夢だったんだ。うんまあ、アジと同じね、あのスクロールのめちゃくちゃ早いエンディングロールを、はい、見させられました。パスカルも きついだろうな今。パスカルに精神というものがあるんであれば相当きついだろうな、うん、死んだ仲間は再生できないのか。あ、そう、コアがあればって言ってたけど、コアもないんじゃないか。疑問、機械生命体は素材さえあれば再生できるのではないか。疑問実は私たちにはコアと呼ばれるユニットがあります。うん、この間言ってたよね。このコアは自我データを形成するユニットなんですが、それを破壊されてしまうと元に戻ることはできません。うん、コアは普段は安全な場所に格納しておくのですが、今回犠牲になった村人たちはコアごと破壊されてしまっているので。まあ食べられてるしなむしゃむしゃかじられてたしな。うん、この工場安全か？そう、そこ、それだよ。この工場は安全なのか？うん。以前、暴走した機械。そうだよな、ここでも暴走してたもんな。今大丈夫なの？トゥービーさんが撃退してくれて。おう。今は安全なんです。奥の方はダメだけどな。ここしばらくは、私たちが資材置き場として使っていました。ほう。わかった。もう少し情報が欲しいな。ここで籠城するにももう少し情報が必要だな。うん、推奨パスカルたちの早急な安全確保。うん、そんなに急がせるな各地のポッドネットワークから情報を入手。ポッドネットワーク、あ、便利。お前たちの仲間がいるのか。あの会話だね。工場廃墟に多数の機械生命体が集結しているとの情報ある。え、なんだって。攻められてんの？何パスカル。これちょっと他の子傷つけないで殴れる？僕ちょっと怖いよ。他の子傷つけないで殴れる？ああ、よかった、僕を狙ってきた。ああ、びっくりした、危ない、切るとこだった。あ、壊れてる。パスカルじゃない、パスカルの言葉じゃないみたいだ。ぶっ殺します。え、これ迎え撃つの？みんな大丈夫なの？誰か助けて。うー、怖いよ。まあ怖かろうな。みんな頭抱えてる。僕たち何も悪いことしてない。うん、そうだ、悪い機会は僕がやっつけるから安心していいよ。もう大丈夫だよ。ああ、子供ロボなのこの子なんか立派にみんなをもう大丈夫だよって言ってるけど、これ子供なんだ、この子でも。
じゃあ基本的にやっぱみんな子供なのか。この子大人に見えたけど。あ、じゃあやっぱ子供しかいないんだ。で、どこ行けって？あ、あそこか、前か。敵が攻めてくるのこれ。おお、またタワーディフェンス。またタワーディフェンス。ちょっとこれあれじゃないときついよ。何 S じゃないときついぜこれ。ちょっと急ぎ。電気。これ大丈夫？中入り込んでない。あ、一応ね、僕たちが狙われてるんだ。じゃあ大丈夫か一応。パスカル戦ってんの？いや、戦ってないな。戦ってる様子はないな。じゃあ霧がないぞ。あ、降ってきてる。敵が降ってきてる。しばらく時間を稼いでいてください。お？なんかできんの？パスカル。あの斧がやばいな。電気ショック。集まれば結構なダメージ与えられる。どうなんだろう。あ、出てる。電気。いや、あれ敵の電気かあれ。まだ電気ショックできない。絶対ミラージュの方がいいよなこれ多分。電気ショック。こんな大型兵器も。戦車が来た。あの遊園地にあった戦車が来た。ホットプログラムボルト、なんだっけ、ミラージュだね、絶対これの方が強い。ミラージュ溜まってくれ。まだ全然だよ。多すぎ。囲まれすぎ。ミラージュ、ほら絶対こっちの方が強いよ。まあミラージュどうで取ったか覚えてないけど、ミラージュを取り損なっていれば使えたかもしれんな。もう使えるもんミラージュだってほら。あー、で敵の真ん中に、あれ、敵の真ん中でミラージュ発動。はい、強い。ミラージュは取ってよかったな本当に。ミラージュ以外はあの槍ぐらいか。楽しかったの。はい、ミラージュいいね。終わりか、まだいるか。終わりだな。あれをもうやるの、あれ味方じゃないの、ひょっとしてパスカル。全然こっちに飛んでこないけど、ただひたすらばらまいてるだけのように見える。ああ、来てるか、一応こっち来てるか。あれやるの、これで倒せない。ワーニング、大型戦車。ああ、え、これでいいような気がする。すごくこれでいいような気がする。ダメっすか、これすごくこれでいい気がする。時間かかるかな、時間かかるよなこれ多分。いや、近づくと大変なことになるじゃん。やっぱり一応近づいてミラージュ撃っては見たけど、これ近づいちゃいけない気がする。すごく近づいちゃいけない気がする。こいつ、あいつは近づいちゃいけない、わかった。このままぐるぐるしてればいつか勝てる作戦。久しぶりの 2B さん直伝、ぐるぐるしてれば勝てる作戦。せこいな。お、倒した、レーザー効いた。ルビーさん直伝のぐるぐる作戦大成功。あれ、なんかお腹痛めてるよ。何お腹痛めてる上にアイテム拾えなくなってるな。ストーリーか、まだ来るのか。これパスカルじゃない。ちょ、来すぎだ。エンジュさん、ここは私が。何さすがパスカル、それ使えるんだパスカルさん、タイタン君。いやでも味方、敵としてはあれだったけど、味方としてはそんなに、これ僕が使うの、これ僕が操作してるよ俺。
殺してやる言ってる。やばいなパスカルさん。私には守らなくちゃいけない子供たちがいるんだ。かっこいい。で、あの僕ができることどうもこの素振りだけみたい。歩くができる。歩いてこのすごい殴り。これしかできなそう。なんかロックオンできるけど、ロックオン出せるけど、なんか飛び道具がない。できるのは歩くのと三角ボタンで、この縦振りもあるの。あ、縦振り弱いな。横振りの方がいいな。横振りどうやんだ。さっきやってた横振りどうやんだ。四角か。あ、四角だね。四角。ボタンを押してから動くまでのタイムラグが長すぎて、どのボタンでどの技に対応してるかがいまいち分かんないけど、多分四角で横振り。歩いて近くまで来たら、っていうか体当たりでも倒せんじゃんこれ。体当たりでも倒してる気がするけど、ほらー、なぎ払え。いや、すごいなこれ。すごいな、これ自分で動かせるとは思わなかった。これ腕だけなら前ねやったことあるけどね。おー、すごい。一気当選だな。一も打尽にしたわ。いや、パスカルを怒らせると怖いんだな。気をつけよう。パスカルは怒らせないようにしよう。うん、お、恐竜対決、エンゲルス対パスカル。何、格ゲー。横画面になったけど格ゲー。お、パンチ決まった。ちょっと早めにパンチをしとかないとダメなのこれ。距離を取って、あ、やばい、縦振り出しちゃった。あ、当たった。あっちから近づいてくるから、なんか適当に当たる。え、何この大恐竜戦争。これ距離を、そろそろ技出して、あっちの方が先来そうだけど大丈夫それ。ほら。遅いよ、ボタン押してから出るまでが遅いよ。殴れー、もうその辺から殴っとけ。いいよいいよ、届くでしょ、過去の経験から言ってそれは届く。よし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 、もう連打でいいわこれ。もう連打でいいわ。動けるようになったらすぐスイング。え、あのヘリなんか、うん、そうだよね、なんかあると思った。最終形態、これはパスカル村の村人の分。アッパー。あ、ボディーブロー。あ、アッパーだ。浮いた。あんな機械が飛ぶんだ。え、絶対腕の方が壊れるでしょそれ。パスカルさん怖え。パスカルさん怖え。本気になったパスカルさんやばいわ。いやいや、でもなんで本当にあんなに敵攻めてきたんだろう。大丈夫ですか、エイトゥさん。うん、僕は助かった。子供たちが心配です。うん、部屋に戻りましょう。まあ入られてないよね。うん、あれ、パスカル。パスカルになった。このままどっか行こうとしたらどうなる。あー、そうですね。移動しかできないか。パスカルジャンプ、パスカルフライングとかできない。え、なんか嫌な予感すんなこれ。中は中でもうゾンビがいるんじゃないのこれ。でもう食われてたりするんじゃないかこれ。絶対無事ではない気がする。あれ？え、やっぱやられ、え？食われた感じじゃないな。何？え、何これ？え？何があった？
ゾンビじゃないよな。え、何？自分たちのコアを。は？これは自殺。嘘。は？あ、刺してるのか自分で。なんで？え？なんでこんなことに。いや本当だよ。私は様々な感情と知識をこの子たちに教えてきました。うん。知識を与えるだけでなんで自殺を。そうだよな。恐怖です。あ、もう恐怖に耐えられなかったってことか。この子たちに怖いという感情を教えたのです。ああ、恐怖を知らなければ無謀なことで命を落としてしまいます。まあそうだよな。でもその恐怖に押しつぶされて自らの命を。ああ、もう耐えられなくなっちゃったのか。いやいやいや、こんなことになるってわかんないから、パスカルのせいじゃないよ。パスカルは自分を責めなくていいからな。いや、つってももうパスカル限界だろうな、これ。もうパスカルだってさっきですらぶっ殺してやるって言ってたもんな。もうパスカルもやばいんじゃないの。お願いがあります。はい。この口。ああ、だよな。うん、私の。え、壊せとか言うんじゃないだろうな。私の記憶を。ああ、まだそれならな。うん、できんの？さもなくば、うん、私を殺してください。まあそうだよな。え、なんか剣が出てきた。え、記憶ってどうやって消すの？ 9S 連れてこい、 9S ちょっと。確認。うん。ハッキングによる記憶回路の切断を実行。あ、できるできるできるんだ。 A2 さんもできるの？ちょっと待てえ、でももう会話とかできないしな。すごいゆっくり歩くしかできない。確認。うん、まあ待てこれまま外出ようとしたらどうなるの。これこのまま外出ようとしたらどうなるの。すごいゆっくりだから出るのも大変だけど、すごいモデル歩きだな。エイトゥーさんこうやって見て。エイトゥーさん、まさかこのまま置いていく気ですか？あ、怖い。お願いします。どうか私を。あ、もう限界だな。うん、これはさすがに楽にしてあげよう。うん。まあ、壊すのはさすがに僕にはできないから、記憶を消してあげることしかできないけど。そうなると敵になったりするんじゃないか、パスカル。ハッキングによる記憶回路の切断を実行。やってあげるしかないよな。ちょっとこのままじゃかわいそうだよな。頼む。ポッド。パスカルの記憶を。了解。うん。記憶消去プロセス開始。あ、これやるのね。私の名前はパスカル。うわー、やめてくれ。そういうのつらいから。辛いからやめてくれ。あの、出会った時の記憶は取っといてよ。出会った時の記憶は取っといてよ。あ、でもそれはそれで矛盾が生じて破綻するのかな。やってたよな。いい先生だったよな。でもさすがに破壊は俺にはできない。僕にはできないよ。もちろん遊びますよ。うわ、パスカルおじちゃんは嘘をつきません。おじちゃん、ありがとうございます。いや、助けられなくてごめんな。記憶消去終了。さよなら、パスカル。再起動タイマーをセット完了。パスカル。ん？これで目覚めた時はどうなってるんだ？新たな村を作りますとか言い出すんじゃないだろうな。もともと村を作る子だったからね。あれ？ 9S になった。9S しか行けない。9S が資源回収ユニットの一つでコアを破壊。
その際、機械生命体のアクセス用認証キーを入手した。ああ、そうだそうだ、思い出した。そうだそうだ。ただ、心理状態の悪化が心配だ。まあそうだよね。めっちゃ悪落ちしてたよね。うん。さっきのパスカルみたいだったもんね。ぶっ殺してやるって。特に A2 との接触は避けねばならない。まあそうだろうな。うん。絶対切りかかるもんな。あ、いや、ハッキングかかるよな。こちらもナインスとの接触は避けるように注意する。ああ、まあ、ポット同士で連携していれば大丈夫だろう。うん。そのポットネットワークで。いやいやいや。もう先週もきつかったけど、今回もきついな。9S のバイタルに異変を感知。推奨、早急なデータオーバーホール。他の大型ユニットの位置を検索。さっさと認証キーを集めて塔を破壊しないと。警告、バイタルに異変を抱えたままの戦闘継続は危険。いいから検索しろ。データオーバーホール。アクセス可能な位置に稼働中の敵大型ユニットを確認。マップにユニットの場所をマーク。そのデータオーバーホールもそういうのが原因でみんなハッキング受けちゃったからね。それも怖いよな。でもなんかメール来たな。誰？今メールよこすなんて誰？なんか寂しげな歌が流れてるけど。どっちだっけ？どこだここ？どこだ？そもそもどこだ？あ、そっか、森で、あれか、なんか変な認証機取りに、変な塔に入ったんだっけ。そっかそっか、え、パスカラ村行けんな。パスカラ村行けんな。ちょっと行ってみたいな。ちょっと向かってみます。はい。あれ、まだ燃える前これ。時間軸的にまだ大丈夫。いや、誰もいないな。誰もいないな。でも燃えてないな。え、どういう状況？どういう状況？引きこもりドア。あー、でもハッキングできなくなってる。え、死体が落ちてる。うん？この状況を見て 9S は何も言わないな。パスカルもいないし。え、もうそれどころじゃないのか、 9S の心理状況は。ああ、いる。ああ、こんにちは。ここは静かで邪魔が入らないいい場所ですよ。ああ、記憶消えてる。あの草さえなければもっといいのですが。ああ、拾っても拾ってもなくならないんですよね。元村人。それはパスカル、なんか聞き覚えの。あ、名前もわかんないのか。なんか売ってる。これあれだろ、君の村人のだろ、これ村人の。それ売ってんので、コア3万円。パスカルの村の子供たちのコア状態は良好で安定している。その状態から彼らが村人たちから大切に扱われたことが伺える。ショップで換金できる。え、これなんで売ってんの。買ってみる。ソールドアウト。何かしらあんのかな、これ買っとくと。機械生命体の頭。え、武器にしたもの。武器なのこれ。え、これ武器なの。こんなもの何の役に立つのか分かりませんよ。うわー、一体誰が捨てていったのでしょうか。知らないとはいえ悲しいこと言うな。元村人なんだぜ君の。といったところで今日は、お時間ですね、ご視聴ありがとうございました。いやー、悲しいな。パスカルまたここで村立ち上げるんだろうな、きっと。うん、次は頑張ってほしい。はい、次は反映してほしいな。うん、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。失礼します。で、ここで武器打つと危ないんで、もう打ちません。はい。